インカムで保存させてあげます。ここは物語世界ライブラリー、あまたの欲望が集いし場所。愛されたもの、呪われたもの、殺されたもの、彼女たちは自らの未来を書き換えることができるのだろうか。信じる者のために戦う。私の前に立つなら誰であれ敵だ。兄様は私を守ってくださいね。カボチャの馬車が迎えに来そうだね。おはようございます。お仕置きをお願いいたします。操り人形の方が楽だよね。それは映し鏡、醜く育ったあなた自身。Thank you.
下も右も左もない。あらゆる場所は本で埋め尽くされている。この世界の名はライブラリー。物語と言葉が支配する空間。悲鳴が聞こえる、嗚咽が聞こえる、嘲笑が聞こえる、咆哮が聞こえる。すべては物語に登場したキャラクターの声。人ならざる者たちの呪いの言葉。彼らの願いはただ一つ。作者を復活させる。そのためには他のキャラクターたちをすべて滅ぼさなくてはならない。たとえどんな結末を迎えようとも。りはしない。戦っていればいつか私は戦い続ける。Thank you.
スノーは認識する。どこまでも続く黒い闇、赤く染まった雪の中、己が歩むべき道を見る。細切れの小寄を集め、一つに紡いだグリム兄弟。なすべきは恩ある主の復活ただ一つ。その願いの前に、この力で粉砕する。切り刻む。この力で粉砕する。切り刻む。カモミールのアロマ。ゼアコン、気持ち悪い。切り刻む。この力で粉砕する。
命など惜しくはない。すべては主のためにあるのだから。この勝利、彼のために。他人の命を奪う重み、それに潰されるわけにはいかない。仲間を傷つけさせたりはしない。私は戦い続ける。